毎回黒歴史もあるよ。 YouTuber、Twitter、カルタ。で、僕がまず上の句と言われるものを読みます。これがこの人たちの過去のツイートです。皆さんは上の句読まれたら、あ、この人のツイートだなって思ってこのカルタを取ってください。いっちゃうよ。今日ドン・キホーテで武勇伝ができた。3年後ぐらいに話したいと思います。いやー、そうだね。俺もそうだと思った。俺もそうだと思った、絶対。お前攻めんの。あ、言った記憶ある。あるんだ。あるよ。あるんだ。正解は六面君です。いや、こいつも言うやん。どんな武勇伝か聞きたいな。あー、確かに確かに聞きたいな。覚えてる？それ鮮明に覚えてます。え、中学生ぐらいかな。ドン・キホーテで、その電動マッサージってあるじゃないですか。はいはい。ぶら下がってる、試せるやつ。それをジェンコ試して、ずっと試してたらドン・キホーテの中で行っちゃった。それは覚えてるわ。それは覚えてるわ。やりたいことを疑問に思っていることはもちろん、視聴者からの依頼に答える軍団 YouTube 投稿軍団。はい、やった。フィッシャーズ語、魚民ファンの総称。正解です。あー、君8万回だもんね。橋本から上げと分かれました。すごいよ。一番勝ち。一番勝ち。俺も釘剣に絞ってた。遠い存在になっちゃうとか言ってるバカ。おわあ、俺のやつだ。俺様は元から遠い存在だ。勘違いすんな。夢見すぎ。うんこ食っとけ。いや、俺もうマジ共感したから、そこ覚えてんだ。なるほど。風呂上がったんだけど、風呂なしてたら親降臨して積んだ。風呂な、おなだもんね。俺これ。いやー、キーさんだけど。マジで。いや、絶対やんないもん。昔やってた。なんか見たような気がする。あー、いや、わかんない。撮っといた方がいいんじゃない、誰か。ないいや、絶対撮っといた方がいい。いかんの。だって2010年ぐらいからやってたもんね。フローナーです。フローナーか。確かに。まあそうだ、新潟寒いしね。寒い中、やるか。正解はフィッシャーズペケタンです。おー、当たった。やっぱり音楽はヘッドホンつけて高音質で臨場感たっぷりの方がいいよね。今日はゆっくりヘッドホンつけて音楽鑑賞、マイワールド。あ、ぽい。あ、俺は音大生取っとくわ。いや、絶対言わないよ。マイワールド、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 マイワールド絶対言わないと。行くか行かないかだよ。行こう。行く。うわぁ、マキリです。お前だろ。まあ、お前ら。あー、そうか。お前らマイケルのこと分かってねえんだ、全然。え、これで、ってことは、ってことは、まあ、ヒキョウ1個返すみじゃん。そうだね。で、ヒキョウが1個取るのか、ミスターが。うん。え、そうだよね。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 そうなんだよね。で、最後、サゴンデス用に取っとくってことだよね。1個取っとこうでしょ。え、どうだ？え、どうだ？ペケンデス、ペケンデス。ペケンデスゲームっていうのがあって。あるわ。ペケンデスゲーム。よく知ってますね、っていうか。ペケンはちょっと。やったことあるから。あそことか。うん。え？4枚。2だからこれ。4枚。これを絶対取ったら、あ、取ったら。取ったらペケンです。ペケンですになる。なるほど。ペケンですってなんだよ。じゃあいきまーす。今年のバレンタインも数百個のチョコたちで我のロッカーは開かなくなるのだろう。まあいいじゃん。正解です。あーわっ、よし、ってことで事件です。ペケンデス入っちゃった。あー、なんだよペケンデスか。授業中に作詞した。テーマは卒業。窓から見えるこの景色、もうみんなとは見れないんだね。でも雲はいつも動き続け、毎日が旅。僕たちにとっての旅は重いもの。雲のように軽ければいいのに。曇りの日は実は幸せの日、晴れの日は実は悲しい日。曇りから晴れに変わるとき、新たな希望の光が見える。正解は、なんか問題ちょっとね、きつかった。黒歴史っぽくない？うん、まあ、一応何だろう。はい、これは2012年2月27日に書いた魚木のツイートです。あー、え、ってことお手つき。お手つきですね。お手つきだ。あー、何俺を使ったんだよ。え、待って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 、もう一回それ聞きたい。魚木がやったってことで。授業中に作詞した。テーマは卒業。窓から見えるこの景色、もうみんなとは見れないんだね。曇りの日は実は幸せの日、晴れの日は実は悲しい日。曇りから晴れに変わるとき、新たな希望の光が見える。え、これやばくない？
やーばーポエマーポエマーポエマーローマークだよこの今はい今俺使ってないみたいなってことはあれかこれお魚に1個取るのかこれ使わないこれを言ってたのにこれを言ってたのに指紋です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 ゲームだ指紋ですになったなあで俺お手つきそうだあそうだねこんな素晴らしい天気と陽気代々木公園でセクシーレディーとバドミントンごめん強く打ちすぎちゃったあはははという妄想をしてた自宅仕事中仕事ありそうありそうすごいヒカキンさんのポイントですよし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 よペケかどうかってペケかどうか何の中でペケを一つだけ言うかみんな最強マジ怖いダメだ俺死にたいって思うこともあるしみんなかつふざけんな全員死ね昆虫少々思うこともあるしみんなもう大好きセックスしてしてって思うこともあるし小指はいつも地面から3メーター浮いてるアラビアンジョークだけどアラビアンジョークマジかなんでちょっと待ってお前もしプロイム発表したらいきます。俺の性器甘いわ。ピディアルさんのところで見た気がする。ああ、そうだ。あったかい。おお、ペケンです。ファイナルペケでいい。ファイナルペケン。これペケってる。ペケダンボットじゃないかね、これ。正解。わあ、忘れた。アビエンジョーク。一番面白いだろ。お前の声今2秒だろ。痛いだけ、ほんとにまあ、しょうがないかゲームはゲームだからはい、ということで皆さんお楽しみいただけたでしょうか。はい、ということでね、この企画また引き続きやっていきたいと思います。怖えよ、怖い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 、ツイート慎重になるわ。はい、ということでじゃあ次回でお会いしましょう。さよなら。めっちゃ面白かった。バカ面白いじゃん。ありがとうございました。いや、ありがとうございました。まだいっぱいあるんじゃない。いや、ありそうっすよ。